韓国の5人組ボーイズグループ、シャイニー、シャイニーと、彼らを応援するファンクラブ、シャイニーワールドの15年の足跡をたどる、マイ・シャイニーワールド3月15日公開の公開を前に、メンバーのキー、ミンホ、テミンが日本のファンに向けたコメント動画と、新たな場面写真5点が公開。合わせて、入場者プレゼント第1弾、2弾の内容も発表された。画像、 入場者プレゼント第 1&2 弾場面写真5枚2008年のデビュー以来、韓国を代表するボーイズグループとして走り続け、先頃約6年ぶりとなる東京ドーム公演、シャイニーワールド6パーフェクトイルミネーションジャパンファイナルライブイン東京ドームを開催したシャイニー。本作では、彼らがこれまでに開催した6回の単独コンサートの場面を収録。 グループカラーであるパールアクアグリーンのペンライトで埋め尽くされた会場のステージ上で輝く音優、ジョンヒョン、キー、ミンホ、テミン5人の魅力を捉えるほか、メンバーがそれぞれの素直な思いを語るインタビューも見られる。キー、ミンホ、テミンのコメント動画では3人の、日本の皆さんこんにちは、輝くシャイニーです、の挨拶で始まり、それぞれが映画の魅力などを語っている。新規の場面写真では、 パフォーマンスシーンやメンバーが懐かしいグッズを手に15年を振り返るシーンなど、シャイニーと彼らのファン、シャイニーワールドが共に歩んだ日々が垣間見える。イフビン監督は、人生において10代、20代、30代、それぞれの世代にストレスがあり、皆さん悩みを抱えながら生きていますよね。そんな中で一つの休息となってくれる存在や心の拠りどころが必要だと思います。 ファンの皆さんにとってはそれがシャイニーだと本作を通してお伝えしたいですと語っている。なお、3月15日より4週連続で配布される入場者プレゼントの第1弾、2弾の内容が明らかに。3月15日からの第1弾はマイ・シャイニー・ワールドオリジナルポストカード。3月22日からの第2弾はマイ・シャイニー・ワールドオリジナルうちわ。それぞれ先着。 数量限定で配布、なくなり次第終了。いずれも劇中カットを使用したデザインで、ここでしか入手できないアイテムとなっている。第3弾、第4弾の内容は後日公式 X などで告知される。石川ゆりえ、この記事はいかがでしたか問題を報告。0、学びがある。1、わかりやすい。0、新しい視点。